皆さんこんにちは。フレックスハイエース南大阪店の平田です。今回ご紹介するお車はこちら、ハイエース新車6型、4駆のディーゼル、黒のお車ですね。まずフロント周りからご説明させていただきます。まずメーカーオプション、トヨタのセーフティーセンス、パノラミックビューモニター、フロントカメラ、サイドカメラ、でフレックスのオリジナル、デルフィーのフロントスポイラー、はい、そしてサイド周りですね、フレックスのオリジナル、バルベロディープス17インチのアルミホイールにナスカータイヤインストールします。とても人気のあるデザインとなってます。車高の方が、1.15、ローダウンされております。そして今回、手動のお車になって、手動のスライドですね、お車になってまして、小窓がついてます。なので後ろの換気だったりとかはかなりしやすいですね。はい、そしたら後ろの方に行きます。今回テールランプ変えさせていただいてます。フレックスのオリジナル、シグマ LED テールとなっております。すごいデザインになってますね。はい、そしてですね、バックカメラの方は取り付けしております。はい、で荷室のご紹介なんですけど、フレックスのベッドキットタイプ2取り付けしております。で高さ調整も5段階でできますので、下にクーラーボックスを載せるだったりとか、大きな荷物も載せることができるかなと思います。ナビの方は、カロッツェリアの7インチの、複製ナビ入れております。で CD、DVD だったりとか Bluetooth 等も、使えますし、走行中のテレビの視聴等もできます。はい、パノラミック、デジタルインナーミラーですね、こちらのカメラの映像となってます。で今回、ダークプライム2のお車になるので、パネル周りだったりとかシフトのハンドル周り、かなり高級感が出てくる。今回のお車のご説明以上となります。ありがとうございました。